ホリエモンチャンネル。はい、ホリエモンです。こんにちは、寺田由紀です。ということで本日はですね、前回も大好評でした、マグマグ企画で、今回もこの方にご登場いただきたいと思います。ということで、じゃあ早速ご紹介したいと思います。本日一緒に乾杯してくださるのは MB さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何度目の登場かわかんないですけど、よろしくお願いします。もうなんか準レギュラーぐらいのヒントになってきました結構ゲストの中ではかなり回数を来ていただいて、しかも今日は大阪くんだりまでありがとうございます。ね、そうなんですよ。びっくりした。これ服を着るならこんな風にはもう8巻まで出てるんです。そうなんです。3月の頭から入れます。そんなネタあるあるんですよ。いや、洋服もういきなり話し始めちゃうけど、まあ、じゃあもう行っちゃいましょう大丈夫ですか？大丈夫です。いや、洋服って話終わらないんですよ。毎年毎年トレンドあるから全部変わんないから、話題尽きない最強のツールだと思います、洋服って。確かにそうですよね。昔のやつがまたトレンドで戻っていったりとかしたら、毎年変わるから毎年ネタが切れないっていう。衣食住の中でもレアだと思いますね。すごいよね。はい、じゃあちょっとそんな詳しい話も聞いていただきたいんですけど、本日はですね、マグマグとのコラボ企画になっております。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。今日は、はい、今日はですね、ホリエモンチャンネルとアメーバフレッシュと、そして、マグマグの企画の対談ということで、はい、両方同時にやっていきたいと思います。はい、なので、MB ラボでも配信しています。あ、MB ラボでも、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、どのカメラだろう。多いね、あ、多いです。なるほど、これですね。よろしくお願いします。はい、ということで今回の対談はですね、堀江さんのメールマガジンと MB さんのマグマグメルマが最も早くおしゃれになる方法、現役メンズバイヤーが伝える洋服の着こなし&コーディネート診断で配信される予定です。はい、相変わらず長い、はい、YouTube ではですね、途中までしか見れなくなっております。なので、全て、対談がご覧になりたいという方はですね、堀江さんのブログでは言えない話というメルマガか MB さんのメルマガで、最後までご覧いただけますので、ぜひこちらにご登録いただいて、対談前編をご覧ください。ということで、本日大阪に来てるんですが、はい、この場所が、そうなんです、前回はスナック MB の六本木店に遊びに行かせてもらいまして、はい、本日は大阪店、そうです、大阪店の方に、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。去年12月1日にオープンしております。めちゃくちゃおしゃれな。そうです。今日はちょっとまあ収録もあってここ使ってるんですけど、普段はね、古着とか洋服とか、あの、僕のオリジナルのアイテムとかも並んでるので、酒飲みながら試着をしたりとか撮影をしたりとかもできます。 なんでこんなにおしゃれにしたんですか？わからないです。わからない、まさかのわからない。すごいよね。ノリだけでやっております。ノリだけでやってますね、はい。今回居酒屋ホリエモンチャンネル、居酒屋ホリエモンチャンネルなので、毎回、ケータリングとかですね、ご飯もご用意しておりまして、今回は大阪でめちゃくちゃ美味しいと有名な韓国料理屋さんが、韓国料理を、ケータリングしてくれております。照り焼き掲載店でもありますですね、大阪の韓国食堂イルさんが、韓国料理をご用意してくれてます。西井さんが来てくれてます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。うまそう。こちらがあの自家製の韓国海苔の佃煮ですね、自家製白菜キムチと大根キムチ、きゅうりキムチですね、はい。こちらがナムル盛り合わせで、もやし、ほうれん草、わかめのナムルです。わかめ珍しいですね、はい、珍しいですね、で、こちらがチャプチェですね、春雨を甘辛く、いいですね、めっちゃうめ。そして東京にも店舗、東京の恵比寿の方に1月の20日にオープンしまして、あの、西口を上がったところに韓国食堂いる坂上がるっていうお店がございます。あ、そのままですね、坂上がりますもんね、はい、はい、本当にじゃあ駅のすぐ近くですね。そうですね、ちょっと駅から徒歩数分です。そうですよね、うん、ぜひよかったら行きます。この後名物料理も出してください。はい、そのネタもご用意します。イエーイ、すごい、ありがとうございました。では乾杯しましょう。乾杯、よろしくお願いします。お願いします。万博でもね、お世話になりました。ああ、そうだ、そうですよね、ファッションショーみたいなやつ、そうそうそう、ランウェイと、そしてスナック MB も、あ、そうそうそう、スナック MB 面白かった。そうそう、スナック MB 面白かった、面白かったですよね、うん、ぐっちゃもうギッチギチになった話してた堀江さん来た時もほんとこんな感じでしたうまい、うまい、ぜひぜひ MB さんも食べてください。
大阪のどこにあるの？大阪のですね、一番最寄りは西大橋ですかね。ですね、地下鉄西大橋駅2番出口から徒歩2分となっております。なるほど。ぜひスナック MB 大阪で検索をかけていただければ出てきますので。はい、検索をかけてください。はい、お願いします。めちゃくちゃうまい。このな、あのキムチ、キムチ食べたい。あ、のりうまい。パニックそうだけど、うん、そこは気をつけながらね。チャプチェをちょっと、チャプチェもうまそう。うまっ。どうですか？うまくて美味しい。これはなかなかですね。いや、キムチうまっ。何から話しますか？何から話しますか？ここでもさ、いいね。ありがとうございます。なんかさ、着いたらさ、スナック MB って書いてあってさ、うん、サロンなんじゃないかっていう感じがすごいしましたね。いいですね。ちょっと隠れ家っぽいところもいいですね。いや、俺最近ね、そう、それでサロンビジネスにすごい興味があって、うん、サロンってその本当のヘアサロンとか、ね、ああ、なるほど。この前のあれですもんね、あのトークショーの対談でも、うん、アルバムのオーナーが、アルバムっていう、なんかおっしゃってましたね。そう、化学コムの元社長、はい、うん、が始めたんだって、うんうんうん、やろっかなって言ってましたもんね、うん、その時に俺も美容室作ろうかなって。うーん、あー、なんか言ってましたよね。そうだそうだ、万博のスナックの時にさ、ね、うんうんうん、やんないですか美容室？やらないかな。やらないんだ。それはやらないんだ。今ガールズバーでアンダーウェアを売るっていう企画を やろうとしていて。何ですかそれ。いや、スナックやってて思ったんですけど、うん、客単価取るの大変だなと思って、うん、飲食って、まあ、例えば高いお酒飲めば、まあ、あれなんですけど、うん、やっぱ胃袋に限界あるじゃないですか、うん、でもなんかそのもっとお金払いたい、例えばこの女の子のスタッフにもっとお金払いたいとか、うん、この店にもっとお金払いたいとかっていう欲求を、胃袋だと限界があるから、そこでプラスして客単価取れる方法を作りたくて、うん、でアンダーウェアって意外といいんじゃないのかなと思って、うん、でなんでアンダーウェアかっていうと、その下の話じゃないですか、うん、女の子からなんか下の話が出てくるってすごい男的にはものすごく嬉しいことだし、あ、やっぱそうなんですか。そう、あと、うん、アンダーウェアって最もどうでもいいけど最も誰でも買うものなんですよ、うん、洋服の中で、うん、めちゃくちゃ消耗品ですしね。そう、 T シャツとかデニムとかってずっと使ってる人マジで10年使うけど、うん、アンダーウェア10年使う人ってあんまいないんですよ、うん、コロ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 、あんまいないとかいないよ。使えないですからね。わかんないけど、うん、使ってる10年使ってないそう、だからコロコロ買い替えて誰でも買わなきゃいけなくてどうでもいいところだから、うん、女の子がこれいいって言ったら多分間違いなく買ってくれると思うんですよ。そこで男性用のアンダーウェアを、そう、うん、で MB ラボの女子部で男性用のアンダーウェアを女子が作ったっていうコンセプトで今ブランド化してて、でそれをどこで売るかっていうとガールズバーで、いや、あれね、男性用のアンダーウェアってでも売るのが難しかったんですよ。難しいですよね、うん、でもなんかお土産とか、いや、そう、どう、そういう時にパンツとかって選ぶじゃないですか、バレンタインデーとか選ぶ。あ、ありますあります、最近あります。あります。なんかもらったことないです。嘘だ。いや、そう、唯一それがあのアンダーウェアで売る方法だと思うんですよ。俺もらったことないよ。うん。でも意外にね、確かにパンツって選ぶかも。その靴下かパンツかって、靴下かパンツかハンカチかってこう気負わず安めで上げやすいものみたいな。で消耗品だから。そうですよね。そうそうそう。別に使いたくなかったら使わなければいいし、使ってもすぐに消耗するから別に数あってもいいかなと思ってプレゼントしやすいっていう。そうなんだよ。どうでもね、うん、そうそう、それこそビーチジョンでいろいろ作ってたなって、作ってたのの話をしてた俺だから、そう、うん、作ればって言ってたの俺だから、うん、ビーチジョンに、ビーチジョンに、うん、俺は社長室にパンツの話しに行ったもん。へえ。それどうなったんですか？ やったんですよ。あ、そうです。やったんだけどやっぱ売れないって言ってた。あ、おしゃれなアンダーウェアを売ったらっていう話をしてたんだけど売れなかった。そう、なんかね、普通に売ったらどこも
なんかそうなんですよ、アンダーウェアブランドって大成功したことなくて、うん、そう、こんなにみんな履くものなのに、で俺欲しいのに、うんうん、ないのよ、ないですよね、いいのが。そうだからなんかそう結局なんかあれよ、ユニクロとかさ、そう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 、まあ別にいいんだけどもうちょっとおしゃれになりたいみたいな、そうそうそう、そういうのがね少ない。そうなんですよ、みんなどうでもいいから買わないんですよ。でもどうでもいいからどうでもいいところで買っちゃってて、それを異性の力でいいものをやったら売れるんじゃないかな。だからあの前の靴下の話に似てるよね。似てます似てます、そう結局靴下と一緒で、うんうんうん、なんか伊勢丹メンズ館に行くと5000円ぐらいの靴下売ってるんだけど、その下はなんかユニクロの3足1000円みたいな。確かに間ない、間のいいところがないんで、うん、そう2、3000円ぐらいのね、そう、うん、でもちょっと面白いのが小ロットでオリジナル作れる仕組みを作れたんですよ、はい、例えば50枚とかからオリジナルデザイン作れるんですね、うん、って考えると、例えばガールズバーの女の子が自分の客単価増やしてって時に自分のオリジナルモデル使って作って、で私のこれオリジナルだからちょっと入ってほしいんで入ってみてくださいって買ってもらえるっていうシステムができるんじゃないのかなと。女の子それぞれのモデルを作ったりとか全然できる。例えば女の子が好きな写真とか撮ってその写真を起こして版にしてアンダーウェアにするとか、うん、例えば堀江さんモデルとか作れますけど、うん、なるほど、すごい。50はいいですね。50ぐらいから大体いけます。1着いくらぐらいですか。2000円で売ってそれなりに元取れるじゃないですか。元取れる、元取れる。2000円で売れるって意味です。利益がちゃんと出る、回ってって感じ。2000円で50売るとちゃんと利益が出る。ああ、そうかそうか、1枚単価で、2000円って感じ。それでちゃんと利益が出るぐらいです。じゃあテラノモデル作ろう。テラノモデルのテラダデザイン、テラダいいですね。そう作ってる、そうそう、やりましょう。履いてあげるよでも俺履いてるよって言われても見せれないですよね、パンツは。女の子はそうか、うん、確かに放送でいきなりパンイチになられても困りますもんね確かに、ちょい見せはできる、ちょいこうね、ゴムのところ、うん、すごいいいな。確かにアンダーウェアってそうですね。そう、そんなことやってますね最近。もうそれは動いてる、ね、動いてます。もうサンプルが出来上がってローンチまであと本当にちょっとぐらいですね。2ヶ月あればできるかな。へえ、俺も作ろうかな。全然言ってください、作りますよ。へえ、万博でなんかやりたいんで、うん、うん、オリジナルのものを、うんうん、でも万博モデルとかね、その時々のモデル作れそうですよね。いいですよ、それだけ小ロットでできたら。いいですよ、そうそうそう、うんうん、なんか小ロットでその請け負う会社とか作っちゃおうかなって最近思ってて、インフルエンサーいっぱい出てきてるけど、うん、大きいインフルエンサーって、まあ、それなりに企業がつくから余裕でものづくりできるんですけど、本当にそんなに規模が大きくない、例えば何百人何千人単位のインフルエンサーってうぞうむぞうに山ほどいるけど、彼らってでもちっちゃいけどちゃんとディープなファンってやっぱ何人何十人何百人かいるんですよ、ね、だからもの作れば売れるけど、そのロットだとなかなかものが作れない、その規模だと企業が乗ってこないってところで、小ロットでちゃんと受け負ってこっちも利益が出て向こうにもちゃんと利益が出るような卸金額にできるっていうシステムを実はできるんですよ。でそういうことやろうかなと。ローブリー、おー、いいですね。パンツ、シャトーブリアン、和牛マフィアでパンツ買います。どうだろうネタ的には面白いけど、まあ、ネタ的にはいいです、うん、本日はここまで。今回はマグマグ企画対談、人気メンズファッションバイヤー MB さんにお話を伺いました。ファッションビジネスの今をたっぷり語っています。今回の対談を全編ご覧になりたい方は MB さんのメールマガジン、最も早くおしゃれになる方法、現役メンズバイヤーが伝える洋服の着こなし&コーディネート診断、または織江貴文のブログでは言えない話で対談記事を配信いたします。また動画では堀江貴文のフレッシュチャンネルにて全編ご覧になれますので、そちらで最後までお楽しみください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。